イエーイ、皆さんこんばんは。はい、皆さん今日発表がありましたが、なんと私おだいりなのコラボアイテム、モズフォレストレーベルさんとコラボのアイテムのバケットハットとトレーナーが、はい、コラボアイテムが出ます。イエーイ、やった。はい、そう、モズコラボ、モズさんとのコラボで、そう、好きなお洋服、いつもなんか、なんだろう、なんかいつもみんなに着ていただけるような、そう、トレーナーになるかわかんないけど、ぜひ皆さん楽しみにしてくださったら嬉しいなと思います。はい、コラボアイテム、そう、普段も着れる、なんかみんなね、体の大きさも多分違うと思うので、たくさんのサイズ展開があるので、そう、色の展開も結構豊富なので、ぜひ皆さん全部ゲットしてくださったら嬉しいなと思います。私も着るの楽しみ。そう、なんかあのね、トレーナー欲しかったんですよ、個人的に。トレーナーが欲しくて、で、自分で好きなの作れるから、嬉しいって思って、レッスン着でとか、あ、私服でももちろんレッスン着とかで、はい、着ます。着たいので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。うん、あとバケットハットもお楽しみに。トレーナー似合いますもんね。ってトレーナーが似合わない人はね、この世にいません。そう、皆さんも似合うので、ぜひお楽しみに。うん、ウェイ。そう、私のね、なんかお部屋に段ボールがね、置いてあったんですけど、なんだって思ったんですよ。14袋買いました。やった、嬉しい。食べるの楽しい。ワクワク。ふわふわ。おめでとうだって、ありがとう。嬉しいです。な。なんかね、違うんですよ、あの、これは期間限定なんですよ、このぶどう山椒味のカバーリクルだから、もう売ってないんです、コンビニに。そうだから、
もうネットで買うしかなくて、そう、でも期間限定だったらさ、もうね、もうなくなっちゃうからいっぱい買わないと。なんか14袋入りしかなかったから買った、そう買いました。うん12袋12じゃないだって怖っ、なんでわかんの個数。うん、そう、私はねもう大人なので自由に買うことができます。ポテチ好きなぐらい、うん、でもだってあれですよ、期間限定ですよ、期間限定、期間限定なんだから。だってもうコンビニに売ってないんです、ネットで買うしかないんですよこれ。うん、そうだって今そう買わないともう一生食べれないんですよこれ、なので買いました。来年また出るかもだってね、出たら嬉しい、定番化してほしい、定番化、てかね皆さんもうあさってですよ、もう皆さんあさってのコンサートしますか。じゃん、今日レッスン場でゆいはんさんにいただきました、ゆいはんさんの卒業メモリアルブック、じゃん、いただいた。しかもね中にねサインとメッセージ書いて、サインとメッセージ書いてくれてさ、めっちゃ嬉しくてさ、そうだからその中に、うん、なのでぜひ皆さんもぜひゲットしてほしい。こう中もねまだみんな持ってる人いないですよね、ファンの方もまださすがに届いてないよね。うん、そう持ってないですだよね。そう中もすごいよ、なんかめっちゃすごい中身、なんかゆいはんさんのなんか普段のなんか普段いつも見るゆいはんさんでもみんなにとって普段いつも見るゆいはんさんか分かんない、メンバーの私からしたら普段よく見るゆいはんさんとか、なんかもう知ってる場所がねいっぱい出てくる。そう、あこの場所って私にとってもなんかあって、なんかゆいはんさんがねこうやってなんか知ってる場所でなんかすごいいっぱい写真撮ってて、うん、めっちゃいい。そう、しかもめっちゃ中身豊富、なんかゆいはんさんのファンだけじゃなくて本当にみんなに見てほしい、なんか AKB の歴史って感じだし、ゆいはんさんの歴史もありつつ AKB メンバー、今の AKB メンバー全員のこともねなんか知れると思うし、うん、そう。そう、めっちゃすごい、なんかねこうやって見てたんですけど、そう
めっちゃすごいよこれ。めっちゃ素敵な一冊になってます。なんか私にとってもすごい嬉しい一冊。そうだからぜひ皆さんこれゲットしてほしい。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。イエーイ。ちょっと見せてくださいだって。はーい。だって中は見せれないですよ。中はゲットしないと見せれません。見れません。だから皆さんも中これゲットしてね、中身いっぱい見てください。そう嬉しい。そうこれはそうレッスン場に置いてあったからね、なんか見てたんです。こうやって勝手にパラパラパラ。そしたらゆいぴょんさんが、あってお便りってちょっとそこで待っててなって言われて、えって言ったらこうやってサイン書いてくれて、めっちゃ嬉しい。でもゆいはんさんそう、しかもねみんな分、みんな出演メンバーみんな分に書いてくれてるんですよ。こうやってメッセージとかサインとか。そうそう、私会でした。ゆいはんさんと握手しただって、え、なんで知ってるんですか。この前レッスン中にゆいはんさんと握手しました。あ、そう、8の日なのかな、1月にコンサートあります。12日と13日。でも私は12は出ません。出ないですし、ちょっと13ね、そうなんか12がね歌唱力決定戦なので、私はもう歌唱力に専念したいっていう気持ちが本当にあるし、そう13日のコンサートがどんなのかちょっと分かんないんですけど、でも皆さんぜひ12、私のファンの方はぜひ歌唱力見に来ていただけたら嬉しいなと思います。そう、13はね、なんか前座があるってなんか配信で言われてたっぽいけど、それも聞いてないし、そう、13ね、どんな感じなんだろう。でも本当歌の練習はもう本当いっぱい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 したいなって思ってるから、ちょっと大変なんですけど、そう、ぜひ皆さん12日はね、私のファンの方はぜひ歌唱力で応援しに来ていただけるとありがたいなと思います。そう、
13日はパシフィコ出るから、13は応募そちらにしてくださったら嬉しいなと思います。そう、そしてお題リサイタル頑張ってって頑張ります。今日グッズの完成品、完成品っていうか、こういうグッズの、こういうグッズにっていう設定はあるけど、なんかどれかデザインできたけど、どれかがいいか選ぶみたいなのをしてきたんです。そうだからさ、もうすぐ皆さんにもね、見せれる日が来るかも。グッズ、そうでね、そうモズさんとのコラボアイテムが服とか帽子、今回ね作れたので、そう今回ライブのアイテムは、ライブのグッズは結構あの布物はちょっとないんですけど、そう T シャツとかはないんだけど、タオルとかはさ、布物はないんですけど、そうモズさんの方で布物があって、あのグッズ、ライブのグッズはあの布物じゃない何かがあるので、ぜひ皆さんお楽しみに。はい、生ものとかかなって。プラはあるかしら、紙物まあなんでしょう皆さん、素材当てゲーム、ポテチ売ってください。だってポテチ売れません、勝手に買って食べてください好きなポテチ、そうちょっとポテチ作るってなるとかなりのねお金かかると思う、多分かなり時間とお金がかかりますから、ちょっとそこまでのところにはまだいけないので、はい、小田さんがあげればコスト抑えられます。え、バイトってことですか。え、じゃあ時給とかください、クラファンで時給私があげるってめっちゃ熱いじゃん、揚げ物。
私揚げ物怖いんですけど、なんか結構揚げるじゃないですか、物を、食べ物とか怖くないですか？私怖いんですけど、あの鍋の中にグツ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 してて物入れたら跳ねたりするのがマジで怖いので無理。うん、だってそっと入れようとしてもさ、よくわかんないとこから弾けてくるかもしれないじゃん。うん、怖い。そう、揚げもで、揚げもで待って、私なんか最近やばいんですけど、噛んじゃう、噛み癖がすごい。揚げ物、今揚げもでって言ったんですけど、やばくないですか？私ちょっと滑舌がちょっとオワコンですね。うん、ラーメン食べないからって、え、今日ラーメン食べました、食べに行きました一人でラーメン食べたよ。何ラーメン？煮干し系？で、さっきミスド食べた。ミスドめっちゃ食べるね。だってなんかミスド今さ、ピカチュウのやつやってるからさ、可愛いから寄っちゃうんですよ、ピカチュウ。でも私すごいなんかね、気にしちゃうんです。なんか店員さん、私めっちゃねミスドのドーナツ買うときに超真剣にドーナツが傷つかないようにトレーに移すんですよ。なんか綺麗なまんまでトレーに移すんです。トングとかで、あんまそのドーナツ傷つけないように。そしたら、ね、店員さんとかさ、なんかさ、そんな私の気持ちをさ、初対面だから理解してくれてないからさ、めっちゃトングでさ、ドーナツなんかゴッとかってつついちゃってさ、つって、そう、私はすごいそれが気になっちゃったんです。うん、めっちゃそう、私がすごく傷つけないようにしたドーナツを店員さんは、そう、つって、そう、傷つけてしまうんです。うん。しょうがない。店員さんにとってはたくさんのドーナツの中の一つだから。そうなんですけどね、はい。でもね、すごいなんか、あ、そう、気にしちゃいました。でももうそのドーナツはもう胃の中なんで、もう大丈夫です。はい、もう胃の中にあるので、もう食べちゃったんで、もうね、はい、もうゴッゴッとかってなって、もう全然もう食べちゃったんで、もう、はい、てか
ミスドってさ、クレジットカード使えないんですね。なんかミスド支払いでクレジットカード使えないので皆さん注意してください。うん、スイカは使えるよ。うん、普段は何ドーナツが好き？私はあのね、真っ黒に白い粉がかかってるやつと、真っ黒に黄色い、まあ粉とまではいかないけど、なんか粒がかかってるやつ、そう、ココナッツのやつ。ゴールデンチョコレートとココナッツチョコレートかな。あとあの中にクリーム入ってるやつ。エンゼルクリーム、あ、それのカスタードバージョン。あ、エンゼルクリームもまあ好きなんですけど、そう、まあ、それが好きかな私は。そう、でもポンデリングあんまり食べない。うん、ポンデリングってさ、なんか、まあ、確かに美味しいけど、なんか物足りないと思っちゃう。なんかやっぱ白い粉とかなんかかかってるドーナツとかはさ、なんか噛んでたらさ、なんか二面性あるじゃん、なんかギャップ、なんか二面性あるし、エンゼルクリームとかも食べてたら、まあ、二面性あるし、なんかポンデリングってさ、なんか見た目通り、うん、でそのまんま。でも好きですよ、ポンデリングも好きだけど、私は白い粉がかかってる黒いドーナツが好きです。ドーナツ食べるとき何飲むの？お茶です。ドーナツ食べるときとか関係なくお茶。ついに初めてお話し会取りましたのでわーい、嬉しい、待ってまーす。 V コーヒーとか飲んだことない。私コーヒー本当になんかご飯行った時にコーヒーをあの勝手に出てくるコーヒーあるじゃないですか、それぐらいでしか飲んだことないコーヒー、うん、うん、でも飲む、うん、コーヒー飲まないな。うん、ランチについてるドリンクはカルピスかジンジャーエール。私炭酸苦手なんですけどジンジャーエールだけ好き。うん、なんか体に良さそうだからジンジャーエールって、だから飲んじゃう。ジンジャーだもんだって。
タリーズのジンジャーのやつ美味しいだって。え、何それ。美味しそう、タリーズ。マチャリンがね、中国語の挨拶教えてくれた。我是小店エリナ。请多多指教。私は小田エリナです。よろしくです。伝わりました？我是我是小店エリナ。请多多指教。伝わった。韓国語でもできるよ。ちょっと待ってね。저는エリナ・ユムニナ。저는エリナ・ユムニナ。そう、でも韓国語の自己紹介は高校生の時の友達が教えてくれた。なんかめっちゃ高校の友達が韓国のアイドルがめっちゃ好きで、なんか学校に韓国のなんか辞典をめっちゃ持ってきてて、なんかみんなに披露してたんです。なんか友達なんか韓国語講座みたいな開いてくれて、でそれでなんか自己紹介をその時友達が教えてくれた。うん、韓国語辞典みたいなの、そうで教えてくれて、そう、確かに好きから始まるの大事ですよね、本当。海外でイベントとかあった時とか、通訳さんになんか勉強会、なんだろう、前日とかになんか MC とかでこうやって言ったらその国ではなんかすごい盛り上がるとか、なんかこういう言葉を言ったらこういう意味ですとかってすごいなんか習ったんです。習う、結構習った。インドネシアとかフィリピンとかライブ行った時にめっちゃ発音とか携帯とかに録音して、そう、先生が喋ってるのを録音して、それをホテルの部屋で聞いて覚えて、もうほんとステージに出た時にそのまま言うとか、うん、練習して言ったりとか、めっちゃ懐かしい。でもね、海外の人はもう何言ってもなんかもうなんかすごいイエーイみたいな、もうすごいね、すごい盛り上げ上手で、すごいなんかもうこれ絶対何な、なんか自分なんかこれ絶対伝わってんのかなって言葉言ってももうイエーイみたいな感じで、そう、すごかった。うん、
過去にそう4とこ行った。フィリピン、インドネシア、ベトナムとかでイベントしたかな。うん。ジャマイカ行ったことない。食べ物美味しい。なんかね、マジでずっと覚えてんのが、インドネシア行った時のアイス屋さんが本当に美味しかった。あの真っ黒のアイスになんかかかってるんですよ。マジで美味しい、インドネシア。なんか本当食べたいんです。ソースサリーでしたっけ、なんかめっちゃ美味しくて、1日目に食べてめっちゃ美味しいと思って2日目にも食べた。そう、サワーサリーか、サワーサリー、サワーサリー、ほんと美味しい。だからみんなもインドネシア行った時、サワーサリーっていうアイス屋さんに行ってみてほしい。マジで美味しい。何味？ヨーグルト、なんか何味だったんだろう。なんか不思議、日本ではなんか食べたことない味だった。あ、フローズンヨーグルト。そう、なんか通訳の方が美味しいですって言ってて、そう、本当に美味しくてびっくりした。日本で食べれるところないんです。悲しい。またインドネシアに来てね。だって、行きたい、行きたいです。今日はメガネかけない。ね、早く海外行ける、行きたい。
今日レッスンでしたよ。レッスン、今日はレッスンでした。最近レッスン多いね。だってだってあさってコンサートですもん。皆さんあさってコンサートだから、それはね、いいコンサートにするためにみんなで頑張ってレッスンしてます。でもね、今日ゆいはんさんだけ着リハ、衣装着てリハーサルしてたんですけど、もう綺麗すぎて、なんかもう女神、マジで。もうほんとおされさんも頑張れだってね。おされさんも大変だと思う。めっちゃそう、おされさんもね、すごい、お代理バーってこの曲終わったらどっちに履けるのみたいな、上手か下手かどっちに履けるのみたいな、そう、めっちゃ大変だと思う。衣装さんも、でも楽しみ、久しぶりのコンサートだし。でもゆいはんさん卒業ね、なんか実感本当に湧かないんですけど、でも本当ステージに立ってる最中に、あーって卒業かーってめっちゃふつふつと感じてくると思う。うん、そう、来れない方はぜひワンセブンライブで配信見てください。うん、そしてね、こちらのメモリアルブック、深夜バスに乗っても発売すられるので、ぜひ皆さん見てください。私のファンの方もぜひゲットしてください。私のことも、私も少しだけピュンってぜひゲットしてねはい、じゃあということで、じゃんじゃんじゃん。